まだまだ爆心の本領お見せしちゃいます。エアグループだ。何か用か？人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。実力は引けを取りません。2番人気は14番桜爆心王。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。行くぞ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。下克上は起こりうるのか。エアグルーヴ注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えた桜爆心王、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは15番2番9番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、さあ激しい先行争いで前に出たのは15番2番並んできた。激しい先頭争い、それを見るように9番エアグルーヴ、ここにいた。少し離れて8番一馬身、離れて西のフラワー、少し離れて桜爆心王、そのうち並んで6番7番続いている。その後からリコーペガサス、差がなく12番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。エアグルーヴ前を狙っていると、中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。エアグルーヴここで抜け出した。エアグルーヴこのまま押し切れるか。エアグルーヴ突き放す。エアグルーヴリードは2馬身残り200。エアグルーヴ足色は衰えない。2番手争いは西のフラワー、2番これは強い。エアグルーヴ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。レジェンドレースを制しました。エアグルーヴの完勝でした。2着は西のフラワー、3着は2番。聞こえるかこの歓声、これが理想というものだ。